ブラッド・ジョンソンは、ジョージア州、マリエッタ出身の元アメリカンフットボール選手。15シーズンにわたり NFL の4チームで、先発 QB としてプレーした。この間、タンパベイバッカニャーズに在籍中、第37回スーパーボールで先発 QB として、優勝を果たした。ポジションは、クォーターバック。ニックネームは、精密なプレイブリからチェックダウンチャーリー。先発 QB として、 NFL の4チームで72勝53敗の成績を残し1995年から2007年までは13年間連続でパス成功率は60%を超えた。3000ヤード以上獲得したシーズンは5回を数えた。ノースカロライナ州ブラックマウンテンの高校時代にはアメリカンフットボールとバスケットボールでオールアメリカンに選出された。 フロリダ州立大学に進学したが先発 QB のザを獲得することはなくバスケットボールでもプレーを続けていた。1992年の NFL ドラフト9巡目でミネソタバイキングスに指名されて入団した。1996年にエース QB のウォーレンムームが負傷欠場するまではほとんどプレーする機会は与えられず NFL、ヨーロッパなどに派遣された。 同年先発出場8試合を含む12試合に出場し、週間 MVP に2度選ばれる活躍を見せて、NFC3 位の QB レーティング89.4の数字を残した。1997年には、エース QB となり NFC4 位のレーティング20トッチダウン3036ヤードを投げたが13試合目で、シーズン絶望となる怪我を首に受けた。 カロライナ・パンサーズ戦では自身の投げたパスが相手ディフェンスに叩かれそれを自らキャッチしタッチダウンに結びつけるという NFL 史上初の珍しいプレーを達成した1998年も開幕からエース QB として先発出場したが第2週に足を負傷し第10週に復帰するまで欠場したしかしその試合の 第3級に親指を負傷し残り試合での出場は限定的なものとなった。この年残りの試合で先発出場したのがランドールカニンガムでカニンガムは q b レーティングで106.0という驚異的な数字でこの年 NFL トップの成績を残しチームは15勝1敗でシーズンを終えた。この結果デニス・グリーンヘッドコーチの決断により彼はワシントン・レッドスキンズに ドラフト一巡目指名権、将来の二巡、三巡指名権と引き換えにトレードされた。しかしカニンガムは、翌1999年開幕から2勝4敗の成績となり控え QB のジェフ・ジョージが残り試合を8勝2敗で、オえバイキングスは過労して、プレーオフに出場した。しかしそのジョージもシーズン終了後、ワシントン・レッド・スキンズからの後契約のオファーを受けて、バイキングスを 対談、2000連には、ダンテカルペッパーが先発 QB となった。バイキングスでは46試合に先発し、28勝を上げた。1999年彼は4005ヤード、24タッチダウン、13インターセプトの成績で、QB レーティングは90.0となり、プロボールに初めて選ばれた。パス成功数316回は、チーム記録4005ヤードは、 歴代2位の記録であった。チームはプレーオフ出場を果たしデトロイトライオンズを初戦で破り翌週タンパベイバッカニアーズに1点差で敗れた。2000年にはタッチダウン数よりインターセプト数が多くなりチーム成績は8勝8敗。翌シーズンからの先発 QB にはジェフ・ジョージが指名され彼はタンパベイバッカニアーズにトレードされた。翌2001年ジョージは NFL 最低の成績で開幕から連敗したところで、トニー・バンクスにポジションを奪われた。ミネソタ・バイキングスの元アシスタントコーチだった、トニー・ダンジーがヘッドコーチを務めるバッカニャーズに加入した。彼は獲得ヤード数3406ヤード、パス成功数340、パスし投げ数540と、チーム記録を塗り替えた。二千二年には千四十九ヤードを投げて十二 タッチダウン、6インターセプト、NFC トップの q b レーティング92.9を、残し2度目となる、プロボールに選出された。またチームを、初のスーパーボール出場に導き、翌2003年1月に行われた第37回、スーパーボールでは2タッチダウンパスを決めてチームは48から21で、オークランドレーダースを破り優勝を果たした。 このシーズンに残した22タッチダウン、パス成功率62.3%、非インターセプト率1.3%、187パス連続でインターセプトなしはチーム記録であった。2003年に行われたクォーターバックチャレンジでは、トム・ブレイリ、マット・ハッセルベック、ジェフ・ガルシア、マーク・ブルネル、マーク・バルジャー、バイロン・レフトウィッチ、ジョーイ・ハリントンらを破り優勝した。 この年彼は3.811ヤード26タッチダウンとチーム記録を更新する活躍を見せたがインターセプトも21回と増えてしまった2004年には開幕から4試合目でここ15試合の成績が4勝11敗と低迷したため控え QB のクリス・シムズが先発するようになりシムズが負傷した後は 第 3QB のブライアングリーシーが先発 QB となり彼の役割は限定的なものとなった。これにはサラリーキャップの問題がありシーズン終了とともに彼はチームから解雇された。彼は先発 QB として活躍できるチームを探したが見つけることはできず7シーズンぶりにキャリアを開始したミネソタバイキングスに控え QB として入団した。2005年 チームには3回プロボールに選ばれたエース QB、ダンテカルペッパーがいたが、ランディモスが石シーセンターのマットバークを負傷で失うと、チームオフェンスは振るわず最初の7試合を2勝5敗とし、カルペッパーも負傷した。ジョンソンがチームの先発 QB に変わると残り試合を6、連勝を含み7勝2敗の成績で終え、チームはプレーオフを1ゲーム差で逃した。この成績には、 緩やかなスケジュールやインターセプト数、リターンヤードで NFL トップとなったディフェンスや、スペシャルチームの活躍もあったが彼は、非インターセプト率1.3%という、チーム記録を残し強力なディフェンスを持つシカゴベアーズ、ボルチモア・レイブンズ、ピッツバーグ・スティーラーズ、グリーンウェイ・パッカーズとの試合を制した。QB レーティングは NFC3 位となり、この年、 プロボールに選出された3人の QB のいずれよりも高かった。また37歳という年齢ながら29歳のベートン・マニングと並び40ヤード以上のパスを6本決めた。2006年もバイキングスの先発 QB を務めリーグでは最年長の QB となった。彼のクイックリリースによるパスは新ヘッドコーチとなったブラッド・チルドレスのウェストコースト・フェンスにマッチしていると 考えられた。プレシーズンゲームでも高成績を上げて、先発 QB としてシーズンに臨んだが、前年のカルペッパー未満の成績しか残せず、レッドゾーンでの攻撃は NFL 最低のものとなった。2007年2月28日彼はチームから解雇され、後任はタバリス・ジャクソンが務めることとなった。2007年3月6日に、 ダラスカウボーイズと3年契約を結びトニーロモの控え QB となった。同年のプレイ時間はわずかだったが2008年、ロモが第6週のアリゾナカージナルス戦で右手の指を負傷すると続く3試合に先発出場した。第7週のセントルイスラムズ戦ではパス34回中17回成功、234ヤード、1タッチダウン、3インターセプト、 1ファンブルロストの成績でチームは14から34で敗れた。第8週のタンパベイバッカニャーズ戦ではパスをロイ・ウィリアムスへのみしか通せず122ヤードワンタッチ、ダウン、トータルオフェンスも172ヤードしか獲得できなかったが13から9と勝利した。第9週のニューヨークジャイアンツ戦では パス11回中5回成功71ヤードにインターセプトの成績で後半からは第3 q B のブルックス・ボリンジャーに交代させられた。2009年2月26日にチームから解雇された。その後現役引退している。ありがとうございます。